中日、二遊間決定。中日の新外国人、クリスチャン・ロドリゲス内野手が支配下登録されることが20日、内定した。20日の楽天戦に、8番ショートで出場。無安打に終わったが、持ち前の堅実な守備を随所に見せた。試合後、立浪監督は開幕戦の二遊間について、この日スタメンで起用したセカンド田中、ショートロドリゲスのコンビで臨む方針を明かした。二人とも守れる選手。ただ全試合に出られるかというと、そうではないけど、スタメンで出られる選手を作っていかないといけないと語った。ロドリゲスはオープン戦12試合で打率1割3分8厘と苦しんでいるが、得意の守備では安定感抜群のプレーを続けている。楽天を相手に1対0で勝利し、4連勝となった立浪監督は、バンテリンでやるときは点が取れない中で、守り勝つことをやっていかないといけない。今日は全体的に良いプレーが出た。取れるアウトをしっかり取れる選手を優先的に使っていこうと思いますと話した。高橋周平あの状況から逆転レギュラー入りとかドラマじゃん。2年前は3日前に足ひねったよな。センターラインはそれでいいよ。誰使っても打たんしな。村松とか辻元は割と打ってないか。田中幹也とかいう試合出てないのにファンからの信頼度が坂本張りの男。最初から決めてたよね。村松すねちゃうよ。ワイならショート借りしてセカンド辻元やな。田中幹也ってまだ全然できてないんやろファームですら。つかセカンド村松が一番マシだから村松だけは固定しとけよ。打倒。中日5位予想やったけど、こりゃ今年も6位やね。村松がかわいそうすぎるやろほんと。逆歩譲ってクリロドはわかるけど、結果出し続けてた村松、使わんのはさすがにひどいわ。ほんとこのチーム毎年ショート違うね。まあ予想通りだな。やたら競争言ってたが、基準は明らかにされてない。イケメン競争だったとしても、立浪は嘘はついてない。まあ結局誰でも一緒な気がする。